はい、どうもマノチです。よろしくお願いします。龍が如く2やっていきましょう。はいはいはい、龍が如く2やっていきましょう。まあね、なんとも言えないスタートになってしまいましたが、やっていきます。はい、今回もね、取りだめとか一切、せずやっていきます。はい、龍が如く1の、最終回お疲れ様のコメントありがとうございました。はい、うん、まあその取りだめとかはね一切しないんで、また一緒に遊んでいきましょう。はい、じゃあ早速やっていきます。頑張ります。ん、ハードがあるよ。ワンの時はなかったんだけどね、ノーマルでハードとかもう無理そうだからね。え、お、ありがとうございます。なんでしょう、はるかちゃんのパンティーかな。一生血の、はい、まあ漢字読めないけど薬剤になります。まあ同じようにイベント中は基本黙ってます。1980年代初頭、東京カムロ町、絶好調だな、滑舌抜群だな。誰、伊達さん。ネガチコド、チョチ君クデロや、トンガメ。安心しろ、俺は奴らとは関係ねえんだ。こっから逃げるんだ。その子を渡せ。カカヨジマ、いやいのみよしそうそう。やめろ。今日いだる出家へじょ。何の罪もねえ子死なせちゃいけねえだろ。
あれからもう20年以上経つのか。ネガチゴド貯蓄クデロやトンガメ。声で騒ぎやがって、そんなことで俺たちがビビるとでも思ってんのか。待て、てめえらだろ。この辺りの店荒らし回ってる中国系のチンピラってのしてるのなら話が早い。店の金全部出せ。てめえらに渡す金なんかねえ。力ずくで奪うんだ。俺を倒してからにしな。度胸ある日本人ね。てめえらよそもんにこの町を好き勝手させるわけにはいかねえんだよ。さすが店長、すごいっすね。物騒になってきやがった。また1年前のようなとんでもない事件が起きるんすかね。そうなってもらいたくねえんだが、キリュウさんがいてくれりゃ。柏木おさむ、柊。おやさん、スターダストの前で揉め事があったそうです。相手は関西門か。いや、立ち回り外国人だそうです。そうか。若い者に様子見させますか。放っておけ。しかし近頃わけのわからん連中が。放っておけと言ってんだろ。はい。何が発端で戦争の火種になるかわからねえんだ。関西は本気で関東進出を。近江四天王の一人だった寺田がこっちのトップになったんだ。向こうからすれば面白くはねえ。下手すりゃ東と西の全面戦争になるかもしれんが、今はその時期じゃねえ。若いやつにきつく言っておけ。勝手に跳ねるんじゃねえとな。はい。こっちから仕掛けるか、待ち受けるか。桐生、お前ならどうする。あれから20数年、俺たちはこの時を待ってた。わしにはあんたらの過去などどうでもええ。早いとこ派手にドカンと花火打ち上げてください。そう焦るな。これは闇に葬られた仲間の恨みなんだ。俺たちは待っていたんだ。復讐の時をただひたすら待っていたんだ。そないなこと知ったこっちゃないわ。余計なおしゃべりしとって盗み聞きされたりしてありませんでしょうな。問題ない。私はこの道のプロだ。盗聴することはあってもされることはない。私とあんたらは仲間やない。カムロ町を火の海にする。目的が一緒なだけ。ことが終わったら赤の他人。分かっとるな。ああ、まあ期待していてくれ。火の海にするだけじゃ物足りない。それだけじゃ無駄死にしていった連中が浮かばれやしない。許してくれ、カズマ。お前の親、
殺したのは俺なんだ。一夜でもいい、一目でもいいから、もう一回カズマに会いたかった。その夢が叶ったの。こんな奴に好きにさせてたまるかよ。最後のけじめくらい俺につけさせろ。やめろ、やめるんだ、錦！夢か。どうしたの、怖い顔して。なんだ、アルカか。どこ行ってたんだ。どうした、その花束。お墓参りに行くって言ってたでしょ。ああ、そうだったな。おじさん、お腹空いた？すぐに朝ごはん作るね。ああ、俺も手伝うよ。いいって、私一人でできるから。この一年で上達したんだからね。そうだったな。お、あれから1年か。いやー、はるかちゃん、なんかちょっと大人っぽくなったんじゃないの。ここにいると時が過ぎても決して癒えることのない傷が過去の痛みを鋭利に呼び覚ます。一年経っても可愛いな。なんだそのスカートは。おじさんの趣味かい。おじさん、いい趣味してるね。あら、走り方も可愛くなって。いやー、可愛いわ。あれね、当たり前かもしれんけど、さすがに立派ね。他の人と比べると。あれ、錦山って書いてあるよ。沢村由美って由美だ。俺さ、今更ながら知ったんだけどさ、はるかちゃんってもしかして名字沢村だよね。風間のおやつさんが亡くなってからもう1年か。今思えば1年前のあの事件が俺の運命を変えたのかもしれない。1年前の事件を思い出しますか。思い出しません。はい、気になる方は、動画見てください。思い出さなくても良いですか。めっちゃ確認されるね。良いです。お、寺田さん、ちょっと俺ジュース飲む。ここからはわし一人で。しかし関西の連中に待ち伏せされていたら。ここは人の魂が安らかに眠っとるところや。そこを血で染めるような下品な真似はせんやろ。しかし柏木の頭から保護に抜かりはないようにと言われておりますので。一人で差しで話をしたいもんがおるんや。お前ら、いつでも道具は抜けるようにしとけ。はい。お母さん、はるか、買い物に行ったり、ご飯作ったり、キリュウのおじさんと楽しくやってるから、安心してね。おやさん、どうして自分だけが残っちまったんでしょうか。しかし仇となった今は、はるかを立派に育て上げるつもりです。かわいい。四代目寺田、お久しぶりです。一人で来るとは不用心だな。若いもんは向こうで待たせてあります。どうしても四代目にだけはお話ししておきたいことがありまして。四代目はよしてくれ。俺はもう仇だ。で、何の話だ。
実は近江連合の合田会長と杯を交わそうと思っております。杯？近江連合との全面戦争を避けるにはもはやそれしか方法が。そこまで東条会は追い詰められているのか。1年前のあの事件で東条会の内部はガタガタです。戦争となればまた多くの血が流れ、東条会は近江連合に乗っ取られてしまいます。それだけは何とか避けたいと。お前と合田会長では格が違う。向こうがその話を飲むとは思えんがな。十二分に承知しておりますが、しかし。寺田、東条会の五代目はお前だ。敵の俺が口を挟むことじゃねえ。先代なら東条会のこの危機をどう乗り越えるか、ご意見をお聞かせください。先代。お前ら何の真似だ。寺田藩の首いただきに来たんや。関西の送り込んできた鉄砲玉か。東条会のボディーガードは脇が甘いですな。うちの組員たちの。あとは穴掘って埋めるだけですわ。なんやと。ここは墓地や。運ぶ手間省けてええんとちゃいますか。あるかと逃げてくれ。しかしその体に東条会の未来がかかってんだ。俺が相手になってやる。お前らに極道の礼儀ってもんを教えてやるぜ。よし、やっていきますよ。ラッツ&スターがいっぱい出てきましたよ。これはチュートリアルですね。じゃあここはまあカットだな。カットですね。はい、今から全員倒します。あー、そっか、技がちょっと少ないんですね。よいしょ、いい余裕でした。時間を戻してもう一度喧嘩指南を行いますか。あ、トロフィー獲得、基本を学びました。ダジャレかな。基本を学びました。ダジャレだね。いいえ、 OK。 大丈夫か。かすり傷ですわ。死ね。え、これを持って近江連合の合田会長のもとへ。お前、わしと桐生さんとでは器が違う。東条会の明日を思えばこれでええんです。これを頼みました。寺田、残念ですが、病院についてみないと分かりませんが、おそらく出血多量が原因かと。私しばらくひまわりに行ってる。大切なお仕事があるんでしょ。お仕事が終わったら迎えに来てね。
私、東条会五代目寺田幸雄は、近江連合五代目郷田会長と兄弟の契りを交わし、これをもって長きにわたる抗争の終結を強く望むものであります。弥生姉さん、あ、代行になったんだ。五代目代行か。まさかこの書状を関西に持っていくつもりですか。代行、落ち着け。親の玉取った相手のところに出かけて行って杯交わしてくださいなんて、笑い話にもなりませんでしょうが。じゃあお前は五代目の仇を討つというのか。やられたらやり返す、それが極道です。兄弟、あんたが勝手に動いてとばっちり食うのはごめんだ。ケツまくるってのか。戦争すんのにも金が必要なんだよ。金金金って、おめえには極道のメンツがねえのか。お黙り。関西へ行くつもりだね。五代目との約束です、姉さん。この一件自分に任せてもらえませんか。奇獣、あんたも全面戦争は避けるべきだと考えてるんだね。はい。向こうが話を飲むとは思えんが。それも承知の上です。ですがこれは寺田の遺言なんです。下手したら殺されるよ。覚悟はできています。まさか郷田会長と差し違えるつもりじゃないだろうね。相手の出方次第では。あんたまだ11年前の堂島殺しのことにこだわってるのかい。あれは錦山がやったことだろう。あんたの責任じゃない。錦とはガキの頃から一緒でした。血のつながった兄弟よりも絆は強い。錦の残した借りは自分のものです。止めても無駄だね。すみません。わかった。この件はあんたに預けよう。いや、しかし、あれさん、本当ですか。でもそれじゃ近江が考え直すことはできないんですか。桐生は東条会のために命かけるって言ってんだ。文句あるやつは今前に出な。杯の話が決裂したら後戻りはできない。東と西の全面戦争だよ。お前もこれでいいね。はい。ですが一つだけ頼みがあります。行ってごらん。関西に行く前にどうしても会いたい人間がいます。誰だい。堂島大吾です。堂島組長とあなたの息子さんです。どうしてだ。寺田が死に東条会は柱を失った。今の東条会を立て直せるのは奴を置いて他にはいません。あいつは暴力や権力に絶対に屈しない男です。今の東条会にはそうした男が必要です。遺言代わりってことか。そう取ってもらって構いません。あんたですから関西に行く前にどうしても大吾に会っておきたいんです。よした方がいい。なぜですか。大吾はもう昔のあの子じゃない。何があったんですか。大吾が刑務所に入っていたことは知ってるね。
はい、5年前と聞きました。あんたが無所にいた頃の話さ。あいつは父親の堂島をあんたに殺されたと思って荒れていた。それでバカやらかしてね。バカ？関西に手を出したんだよ。それで捕まっちまったんだ。服役して今は出所して神室町に帰ってきてるが、毎日浴びるように酒飲んじゃバカみたいに遊んで暮らしているよ。あいつは力の入らない人形みたいになっちまったんだ。ま、会ってみればわかるさ。堂島大吾を探せ。堂島大吾がとにかくその辺りを探してみるか。セーブできるポイントはないさそうですね。ここら辺で一回やめたいなと思ってるんですけど、ちょっと進めますか。ちょっと長くなっちゃうんですけど進めてみます。能力アップできないかな。できないですね。よし進めましょう。大悟くん、お、話せるやついるよ。話してみようか。こんにちは。なんだよ、もしかしてあんたもヤクザか。いや違う。おう、はい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 、ありがとうありがとう。もうあれ入れないのかな。もう店の名前すら忘れちゃったわ。どこに行けばいいんだろう。お、中央通りの方で喧嘩なんだって。最近タチの悪い伝説したヤクザがいて、ちょっと目が合っただけ絡んでくるらしいで、らしいぜ。それじゃね、聞いたことあるかも。中央通り行ってみよう。中央通り、あ、マップすげえ分かりやすくなってる。じゃあちょっと中央通り行きます。絡まれないように、絡まれないように。中央と、あ、ピンクに光ってんじゃん。いいか、どこだ、いた。お前らこんなとこで何を揉めてんだ。助けてください。関係ねえだろうが。まあ関係ないけどな。はい、戦闘ですね。まあ、特にカットすることなく映していきたいと思います。デカコーンがある。デカコーン早速持ちで。デカコーンは、デカコーンあった。よいしょ、かっこいい。いや、技が出ない、少ない。ちょ、あれだね、なんかこうスピーディーになったね。技のパンチ一つにしてもシュッ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 って出る感じがするわ。爽快感があるね。どうもどうも。うんうん、見つけましたよ。劇場前の方へ行くのが見えたんで、もうこの辺にはいないと思いますけどね。劇場前か。あ、セーブポイントマークついてるよ。じゃあちょっと堂島大吾と会う直前でセーブしてやめますか。で、1の時もそうだったけど、あれだね、大体サンタさんもいるんだね。この真ん中の子かわいい。よいしょい、よいしょい。はい、終わり。行きましょう。ちょっと今お金いくら持ってんの。あ、お金の確認ができない。あ、あったあった、5万円持ってるわ。金持ちだね、結構。パチンコもできるんだよね、確かね。おい、
あ、これまた戦うべ。カットせず戦っていきたいと思います。楽しいね、戦闘ね。スタートでスキップ、あ、スキップできた。あ、そっか、よいしょ、よいしょ、武器も取るぜ。かっこいい、かっこいい、技のモーションが増えてる、楽しい。あ、2位になったらレベルアップしてみよっか。楽しいね。なんか俺がね、想像してた以上になんかこう戦闘の変化がある。それがなんかまた新鮮で楽しいですね。スジャクの木ぐらいっていうのかな、よくわかんない、いらない。バックキック、じゃあバックキックだな。よっしゃ。で、今回はここでセーブをしてやめようかなと。セーブポイントあった、はい、うん。じゃあ、いいところではあるんですが、今回はここでやめようかなと思います。はい、2回目も頑張っていきましょう。そんじゃ終わります。バイバイ。